砂の塔は2016年10月19日に発売されたザイエローモンキー25枚目のシングルである。発売元は日本コロンビア。前作詞、吉井克也佐野塔オールライト佐野塔、インストゥルメンタルオールライトインストゥルメンタル、ファンクラブ限定、スペシャルライブ DVD 熱帯夜、チェルシーガールパールラブラブ賞悲しきエジアンボーイ、砂の塔、スペシャルライブ DVD は、 ファンクラブ限定で2016年9月25日までの期間完全予約販売が行われた。スペシャルライブ DVD は2016年4月14日の熊本地震後、急遽決定して開催された2016年9月1日の熊本のライブハウス BQV1 におけるフリーライブから5曲を収録。ライブハウスでの演奏は20年ぶり。なお、 砂の塔ミュージックビデオのヒロイン坂の上赤根は熊本出身であるプライマルスパークバラ色ロの日々バーン楽園ウェルカムトゥーマイドッグハウス花吹雪ブリリアントワールドキューコン TV のシンガーパールカナリア砂の塔のミュージックビデオは映像ディレクター増山ヤ也ジュニアが監督を務めた舞台は会員制キャバレーここで働く女性たちは絶望の赤いリボンを結ばれている やがて主人公の女性は、絶望を断ち切り、新しい希望を見つける。主演は、アミューズ所属タレント坂の上茜。坂の上は、ナイフを突きつける男性との関係における、生徒、赤いリボンを切り落として駆け出す、を演じる。他、イタレントプロモーションから虎谷綾夢、北野結衣、杉本千佳松本飛鳥、香、五十嵐正隆が出演。 ザイエローモンキーは2017年3月7日にスペースシャワー TV によるスペースシャワーミュージックアワーズ2017ベストリスペクトアーティストを受賞したスペースシャワー TV はスペースシャワーミュージックアワーズに先駆けて各部門の受賞候補アーティストたちのミュージックビデオを前月から特集しザイエローモンキーはベストグループアーティストノミネートアーティスト特集として 砂の塔ミュージックビデオが放映された。b 面オールライトのミュージックビデオは夏目玄が監督に起用され、撮影は2016年2月下旬に行われた。このビデオにより初めて再結成後の演奏を見ることができた。映像は楽曲のエロスと野生に着目して制作された。民族的マスク姿のダンサーたちと、 そう言いたいするメンバー4人の演奏はアグレッシブ。女性ダンサーたちのうちの一人は、三島久美子、振付を担当したのは、三島と同じダンススタジオ、ピース・オブ・モダン・ダンス・スタジオに所属する、舞踊家の犬井直樹。このビデオは2016年 MTV、ビデオ・ミュージック・アワーズ・ジャパンにおいて、最優秀邦楽グループビデオ賞と最優秀、ロックビデオ賞の候補作品になり、 オールライトミュージックビデオによる受賞は逃したが、バンドは特別賞、インスピレーションアワードジャパンを受賞した。シングルのリリースに先立ち、スペシャルティザー映像が相次いで YouTube に公開された。シングル、砂の塔のテレビ CM、母と娘とザイエローモンキーは、ザイエローモンキーが好きな40歳の母親と、このバンドを全く知らない15歳の娘が登場する。CM の監督は、 超級女長超級によると、この CM は、15年ぶりに帰ってきた旦那と、15年、旦那なしで強く暮らした母と娘のワンシーン。母親役の並木まないだが、イヤホンで聞いて泣いているのは、ジャム。娘役は湯川ひな。並木と湯川は、超級女の監督映画。そうして、私たちは、プールに金魚を、の主人公赤根役と未来の赤根役を務めていた。 上級は2016年末の朝日新聞史上、ジャム全面広告を手掛けた。ありがとうございます。